っちのやつ特殊だな。ミスター・ブランド、このジョースター決して恩を忘れはしまい。誰だろう。あ、君はディオ・ブランドだね。そういう君はジョナサン・ジョースター。みんなジョジョって呼んでるよ。これからよろしく。ダニー、紹介するよ。ダニーってんだ、僕の愛犬でね。心配ないよ、決して人は噛まないから。すみません、急に犬が飛びかかってきたのでとっさに。ようこそディオ君、今から君は私たちの家族だ。諸君、このディオ・ブランドー君は私の命の恩人のご子息だ。ジョジョと同等に扱うよう頼むよ。かしこまりました。ディオ君も遠慮なくジョジョと同じように生活してくれたまえ。ジョースター卿、ご厚意大変感謝いたします。何してんだ、気安く僕のカバンに触るんじゃないぜ。この小汚い手で触るなと言ったんだ、間抜けが。味わいな。入ったジョジョの負けだ。まだまだ安心するなよジョジョ。このまま親指をこいつの目の中に突っ込んで殴り向かえ。クソディオ、堂々とな。そうすることによって自分はもうこのディオには勝てないということをジョジョ自身の体で覚えるからだ。喧嘩でも人生でもな。来い。